はい、速稼塾の久保です。今回はですね、椎木康晴シリーズの中でちょっとイレギュラーなんですけども、ある方のねサイトを紹介しているという動画を、アップロードされてるのを拝見しました。いや、やっぱり誰かを紹介するっていうのがインターネットビジネスの醍醐味ですよ。誰かを紹介してあげる、自分が本当に素敵だなこの人と思ったのは、もうなんか言いたくなるじゃないですか。いいものとか、いい会社とか、いい商品って人に言いたくなりますよね。美味しいラーメン屋でラーメン食べたら、あのラーメンうまかったでって言うじゃないですか。あんな感じでね、自分の気に入った動画、気に入ったサイト、気に入った人、気に入った商品を自分のメディアとかね、動画とかでどん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 紹介してもらいたいと思うんですよ。そうすることによって、やっぱ世の中ってもっともっと明るく楽しいものになると思います。ただ残念ながらね、インターネットの世界っていいものを紹介するんじゃなくて、悪いものを紹介する人が多いんですよ。いわゆる叩いたり炎上させたりとかね。いやー、困ったもんですね。で、そういうのが突き詰めると、やっぱりね、心を病んでしまう人が出てきたりとか、最悪、前のね、木村花さんかどうか分かりませんけども、自殺をされる方が出てきたりとかするわけですよ。私たちってのは言葉によってコミュニケーションをしています。だから、どんな言葉を投げかけるかによって、人を励ますことも生かすこともできれば、人をもう本当にね、苛むこともできるんですよ。人を攻撃することもできるんですよ。ですので、私はね、私は本当に思うんですけども、情報って世界を変える力があると思うんですよ。情報ってあらゆる人を助ける力があると思うんですよ。と同時にですね、同じぐらいの質量で世界を滅ぼす力があるとも思うんですよね。いや、怖いですね。ですから、今回ね、椎木康晴君がサイトを紹介してくださること、本当に嬉しいなと思うんですよ。彼はね、何かにつけていろんな人をね、紹介するんですよ。本当に素晴らしい精神なんですよ。本来だったら自分のことばっかりを知らせたいはずなのに、もうこの人をどんどん知らせていきたい、あの人をどんどん知らせていきたいっていうふうにね、やっていってるんですよね。ですので、椎木康晴シリーズ、チャンネル登録者121人が確認されてますけども、自らのね、サイトとか自らの動画をお持ちの方は、椎木さん、僕の動画、よろしかったら紹介してくださいみたいな感じで依頼を出してみたらいいと思いますよ。もちろん私の方に依頼出されても、私もね、同じような気持ちで紹介させていただきます。これからも本当に頑張ってほしいなと思いますよね。すごいですね。本当にね、人を稼がせる男、椎木康晴だと思いますんで、これからも椎木康晴シリーズ、ご賞味ください。